ごいわかる。ちょっと待って、それ完全に魂だったわけだね。でもなんか知性がまた一人になっちゃったな。なんかどうかあれを渡したから、なんかすごい不思議な話だったけどめちゃくちゃ良かったな。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは魔法使いの嫁星松人後編見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました魔法嫁の星松人、今回も楽しんでやっていこうと思います。相変わらずとんでもクオリティでこう描画される魔法使いの嫁の世界ではあるんですけれども、まあ幼少期の知性の思い出とともに振り返っているわけなんだけど、結構やっぱり過酷ですよね。捨てられてやっぱりたらい回しにされそうになったりだとか、なんか自分のせいで周りが迷惑をしてるんじゃないかっていうところで思いながらも、この森の図書館に入ることで自分の居場所に近いものを見つけたんだけど、最後の最後でねルールを破ってしまった、ルールを守りきれなかったことによって、まあちょっと三浦さんがかなりやばいことになってしまったわけで、まあ真由美さんというすごい重要人物が前回明かされたので、その真由美さんと知性が出会うことでまたどうなっていくのか、いろいろとやっぱりこの物語の着地近い部分が見れたらなというふうに思いますので、今回も楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さて、魔法使いの4名星松人後編見ていきましょう。さてさてさてだ、この思い終わりをどう、やばい、もうマジでやばい、これくっそつらい。あのネズミ何だったんだろう。ああ、やっぱり主人がいるんだろうな。あ、過去？記憶。うん。後悔。うん。新倉真由美さん。図書館、旦那様、うん、あーすごい、あー、ああ一等好き、うん、わあすっごいわかる、わかる、そうか、返しに来てっていう、書生、うん、最後の一文、あ、下り最終ホームにて待つ、約束？二人で、うわぁ、けれども、あ、刺さってる何かが、ちょっと待って、それ抜いたら違う、こんな
やっぱすぎる。あの体も魔法使いだからとかじゃなくて、もう肉体がない。ああ、足を踏み入れた。出れない。魂ごと囚われちゃってる感じなのかな。肉体はなさそうだけど。あら、こんにちは。今まで見えてないっぽいね。これが見えるようになった。ああ、これを読むことで戻ってくる。自我を保ってるんだ。はあ、最後の。そうか。もう完全に魂だったわけだね。完全になんか血とかも流れてないけど、同じ次元の存在だったんだ。もうあの段階で死んじゃってたのかもしれないね。うわ、三浦さん、でも新倉真由美さんってどうやって探すの？春惜しむ。あ、記憶をたどって、お屋敷があった場所？ニクラ、変わってない。あら、ちょっと違う。ちょっと違うっぽいね。泣きぼくろがない。ひいおばあちゃん。うん。あ、そうなの？え？でも。本を。あら。ひいおばあちゃんか。かなり時間が経ってるな。ああ。そうか、特に身分の高い人っていうか、
あ、孫です。孫ということにしておきます。新倉真由美さん、ひ孫さん、三浦さんを知ってますかって。さて会うには、あ、わあ、ちょっと違う、ちょっと違うっていうか、あの時のおばあさんではない。時間が流れてる、違う、ん、でも、ああ、し、外に出てたの。あら、この本、最後のページ、私たち返したらいいのか、言葉が。けど、そうだよね。うわぁ、三浦さんと。交わることはなかったけど、でも知性がつなげたんだな、この思いを。うわー、もうなんか心がもう、これで、あ、ひ孫ちゃんたち、あら、うん、あー、ぶつかってますよ、ごめんなさい、しなさい、ごめんなさいは、あら、でもなんか知世がまた一人になっちゃったな、なんか心の拠り所がなくなっちゃった、あの図書館がなくなったことで。わあ、もう何もない。
ああ、残ったのはこの本なんだ。一人じゃないよ。エリアスと色づいた。それで、その言葉を胸に生きてたんだ。けど、ああ、置いていったんだ。ああ。うん。何？なんだろう。本？見えない。なんだろう？うん。森の図書館？かな？あ！図書館！迷いが。うん。うん。はいはい、持ち帰っていい。カード？
ああ。ああ。分かった上で、そうか、あれを渡したから。あら、どうしたの？あら、こんな時間に。でもいろんな経験をして生きてきて、それがつながってるわけだもんね。でもまっすぐ生きてきたからこそ、光に出会えたわけだもんね、知世はね。アフター、ああ、シルキーが。待ってた？あら。あら。癒し。頑張って食べなきゃ。おう。すごいトマトいっぱい。まあ美味しいからね。あら、なんかすごい不思議な話だったけど、めちゃくちゃ良かったな。ねえ。そうね。大きくなって、視野が広くなってね。あー、やっ。素晴らしい。いやー。いやー、日記見れんの嬉しい、これ。いやー。ニキあるの嬉しい。ニキ見れるの嬉しい。この作品の。この作品のニキ応援の嬉しすぎませんか。たまんないっすね。最高ですね。どうしたものか、どうしたものか。なんで素晴らしいんだろう。お話自体はね、やっぱりすごい悲しい感じだったけれども、ただ、やっぱりどこかで繋がることができたっていうのは、やっぱり知性のおかげだし、そういう経験をいろいろしてきたからこそ、知性は今の知性であるっていうところがあるからね。今の知性を形作るには、この迷い画のお話も必要だったわけだしね。いやー、そうか。渡すことでこの迷い画から、まあ、解放されたじゃないけど、そういう形になったわけだな。まあ多分迷い画の伝説を僕がもっと深く知ってれば、いろいろともっと深く深く掘り下げて知ることができたのかもしれないけれどもね。いや、なるほど、三浦さん。三浦さんの思いが。あ、はい。続き？へえ。そうなん、そうですね。これからもっと大きな幸運が来るかもしれないですね。
いやー、何このの、じゃあもう、好きです。この作品好きです。そしてまた夜は訪れる。うわー、素晴らしい。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、とても良かった、めちゃくちゃ良かった。もう映像作品としても素晴らしいし、なんか文学的な一面があってすごい良かったなっていう風に思います。いや、いいな、届いたわけだよな、思いは届いたわけですよ。多分もう三浦さんは肉体をもう捕ててしまって、魂だけであそこに囚われていた、本当にあの中にいたわけなんだけど、でも知世がその何果たせなかった約束を果たすことによって全てが成し遂げられるっていうような感じ。いや、いいな、最後の一文を読むときが一番好き。わかります、非常にわかる。まあ本を読む人ならみんなそうだよね。やっぱり最後の一文を読むことによって、わあこの本読んだっていう達成感もあれば、うわあもっと浸りたかったっていうさ、その余韻みたいなものもあるし、なんかやっぱり本のさ内容すべてを物語るのがやっぱり最後の一文だと思うんですよね。やっぱり僕もまあやっぱりちょろっと本は読むので、まあ本を読む中でやっぱり最後の一文を聞き終わった瞬間、聞き終わった、うん、見終わった、まあオーディブルとかでも読むんで、まあ聞き終わったり最後の一文を味わった瞬間がもう本当にこの本いい本だった、素晴らしかったなって思える。やっぱりなんかそういう余韻を味わわせてくれるのがすごいいいんですよね。この作品もまたそうじゃないですか。迷い眼っていうのはね、続きがあってね、幸運を運ぶかもしれないんだよみたいな、そういうことを言った後にそうですねって含みのあるさセリフをするわけじゃないですか。いやさ、そのそうですねの解釈がまた変わってくるわけですよ。このやっぱりこの物語を味わい手というかさ、読み手によって、今が幸せだからそうですねって出てきたかもしれないし、これからもっともっと大きな幸せをみんなで作っていけるかもしれないっていうところで、そうですね、楽しみですねっていう意味でのそうですねかもしれないしっていうので、いや、いいなぁ。なんかでもこういうさ、やっぱりちょっと切ない物語ではあるわけじゃないですか。本当はね、やっぱり約束を果たしてなんかこう二人で多分駆け落ちか何かをしようとしてたと思うんだけど、それが果たせなくてずっとやっぱり森の図書館に閉じこもっていた三浦さんの思いだったり何だったりっていうのがいろいろと詰まってて、結局やっぱり三浦さんと真由美さん最後会うことができなかった、ちょっと切ないなと思いつつも、本を通してその思いがつながっていく、約束を通して知世がね思いをつなげるっていうのがね、またねっていうところで、なんかやっぱり いろいろとね、やっぱり見たくないものをずっと見続けてきた、やっぱり見たくないもの、変な奴らを見えるようになっていた知世って、やっぱりどこか感情の中心というか視点の中心がそっち側に寄っていたと思うんだよね。怖い、嫌だ、ああいうの苦手なのっていう風に思ってたけど、やっぱり人と触れ合うことでちょっと視点が人に寄っていくことによって視野が広がってね、また涙するっていうさ、思いをこうスッと受け入れる、今までやっぱり辛い思いとかをいろいろとしてきて、もう忘れかけていた温かみっていうものに触れて、この真由美さんの温かみに触れて涙するっていうのがね、またね、いいですよね。ほら、目を凝らせば人の温かみっていうのは見えていくわけですよ。すごい冷たい中に知世はいたかもしれないけれども、それに触れることができた。で、また新たにね、まあ、また本と出会って、一人ぼっちの星の子に出会って、また読み方が変わってね、これからを見るための本になることができたかもしれない。大切な思い出の一部でしかなかった本が、これからを見る、やっぱり人生を形作る本であるっていう風に変わっていくっていうところ、なんかやっぱり知世の成長も感じるし、なんかいいよな。でもやっぱりこの作品はでもなんか本当に本をめくってるかのように楽しめる作品ではありましたね。やっぱりこう情景描写っていうのがすごい多かったじゃないですか。ただ本を読んでるこのなんかカットが入ったりだとか、すごい間が丁寧に作られている感じだったけど、やっぱりそれってやっぱり物語の字の文を読んでいるかのような、ちょっとした情景説明の文を読んでいる、そしてそこで頭の中でこんな世界なのかなって思いを馳せている、あの瞬間を表現している感じがすごい良くて、いやめちゃくちゃいい。この作品2期見れるってとてもとても幸せだなと思いながら、まあ今回はねこんな感じで終わろうと思います。いや2期楽しみだな。やっぱりこの作品好きです、素晴らしいなと思っております。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、なんかねコメント欄で補足とかがあればいろいろとください。なんか迷いがについてね、ちょっと僕もねやっぱり知識が足りなくて理解しきれてるのかっていうところではあるんですけれども、やっぱりそこら辺いろいろと教えていただけたら嬉しいし、なんかねやっぱりこの話好きとかね感想とかいろいろと、なんか生
々もろの感想とこうね、しっかりこう触れ合っていくことで、やっぱり自分の感性だったり何だったりを育めるので、いろいろと感想とかがあればいろいろといただけたらなと思っております。はい、というわけで2期も更新していきますので、ぜひとも魔法嫁2期も楽しんでやっていきましょう。はい、というわけで以上魔法使いの嫁星松人後編でした。